どうも皆さん、んんおおははこばにちガジェット春名館長ですすよろししくお願いしますさてと今回はですねえー、まあいろいろとえー、まあ小物的なものをねまあ、買ったんですけどもそのうちのね一つを、えー、ご紹介いたしたいのでえー、まあレビューをやっていこうかなと思いますまあちょっと開封しちゃったんでねまああ動画撮ろうって って思ったときにはもうすでに開封してたんで、えー、まあちょっと開封のところは見せられないんですけど、えー、まあ一応ね、商品をご紹介いたしたいと思います。今回はですね、こちらドンスマホスタンドに、えー、なります。ちょっと待ってね、正式名称を、えー、もう急に動画撮り始めたんで、正式名称を忘れちゃったんですけど、えー、っと、よいしょ、ちょっと今 Amazon 見てるんですけど、 アマゾンで売られている、えー、ロイシエルスマホタブレット用折りたたみ式角度調整可能軽量スタンドのご紹介です、えー、このスタンドはですねまあまあとりあえず何で買ったかというね、えー、そこだけをまず最初に申し上げておくと私結構こう定位置で作業することが少ないというか少ないんですよね、はいまあ、結構ノマドワークとかっていうのが多かったりもするので、えー まあそういった時にですね、まあ、タブレットなり、まあ、スマホなりで、まあ、ちょっとね、まあ、セカンドディスプレイではないですけども、ノパソの横にまあちょっと置いてね、あの情報をね表示したりとか、えー、そういったことがあるわけですけども、まあ、スタンドがね、ちょっと欲しいなと、まあ、常々思っていまして、まあ、でも、軽量スタンドとかも折りたたみとかあるけども、どれがいいのか分かんねえなっていうので、まあ悩んでいたんです。 まあですけども、まあ、一旦ね、とりあえず1個だけでも、まあ、とりあえず買ってみようかなという思いで、えー、買ってみた商品がこちらになります。まあね、ちょっとだけしかね、使ってはいないんですけども、えー、なかなかいいものでした。えー、こんな感じでね、普段使わないときは、こんな感じで折りたたみができます。非常に軽いです。はい。えー、まあ全面ね、プラスチックですね。はい、プラスチックです。まあ、でもね、耐久性とか、こう、ガタつきっていうのは、 全然ないですこう歪みっていうのもそんなに感じないですねだからプラスチックだけでも結構しっかりしてるとは思いますえー、でこんな感じでねここに溝があってですね、えー、でここで角度調整ができるとこんな感じからこんな感じまあ角度調整の幅はですね、まあ、そんなにないですねはいまあそこまでないんでまあ軽くねできるというふうに考えた方がいいと思います で、裏面が、えー、4ペン、ゴム足のグリップになってまして、えー、ちゃんとね、えー、固定されると。今はね、まあ僕は畳系、えー、ガジェッターなんで <laughs>、畳系ガジェッターなんで <laughs> 滑っちゃうんですけど、机の上だったら全然大丈夫でした。はい、えー。そしてですね、ここにも実はグリップがあります。これゴムですね。で、こう横から見てもらうと、ここに出っ張りがあって、これで止めると。じゃあ例えば、 えー、僕が持っている、まあ、最近持っている全、ね、フォンあると思うんですけども全フォンだったらもうこれは余裕です。はい、見てくださいね。えー、と例えばこうしてこれ余裕ですよね。どう,どうですかこれ余裕っしょで縦置きに関しても余裕です。はい、これも、えー、余裕でできちゃいます。で全、えーまあ、フォンがねちょっと まあ、周りがラウンドフォルムになってるんで、まあ、それ以外っていうのであれば、例えば、こんな感じ、以前ご紹介したアクオスフォン。アクオスフォンだとどうだかというと、はい、これも、はい、普通にいっちゃいます。そして、はい、こんな感じで、いくという感じです。まあ、でもね、これはこれですよ。皆さんね、気になってるの、まあ、タブレットだとも思うんです。えー、例えばですね、えー、8インチ。 であったり、まあ、10インチはね外に持ってく人っていうのは少ないと思うんですけどまあ10インチもねまああとでやってみようと思いますけどもまあ8インチ立てかけられるのか立てかけられないのか気になると思いますでもね商品名にタブレットって書いてあるんで、まあ、当然できますはい見ろこれはねえっとミーモパッド AST21 とかで検索していただければ分かると思うんですけども、えー、こんな感じでねまあ立て置きもいけちゃうという まあ、縦置きちょっとぐらつくんですけど、まあ、でも横置きはね、十分いけちゃいます。こんな感じで。どうですかいいでしょう。ええー、そして、例えば10インチもね、試してみましょう。ちょっと待ってる、ね。えー、っと、これはね、富士通の10インチのタブレットになります。はい。えー、こんな感じでね、えー、アローズタブになるんですけども、これをやると、 お、いけたいけちゃった。いけちゃったよ。本当にいけちゃったよ。うわ、すげえ。いけましたね。普通にいけてます。うん。全然安定性もしっかりしてる。いきましたね、これ。へぇー。なかなか小さい割に優秀だな、このスタンド。はい。 これますますおすすめできますね。はい、10インチクラスのタブレットでもえ余裕でえ支えられるもの。しかも折りたためる。コンパクトにできる。しかも剛性もしっかりしてる。そんなにチープでもない。っていうね。えー、スマホ、タブレット用折りたたみ式、A、角度調整可能軽量スタンドになります。今回。ロイシエルさんのものになります。えー、下の概要欄の方にね。 えー、このスマホスタンドのリンク貼っておきますのでぜひぜひチェックしてみてくださいということで今回は、えー、スマホタブレット用スタンドロイシエルさんのものをご紹介いたしましたまた次回のパートでお会いしましょう春菜でした